同志社大学大会サッカー部柴崎和美です。2週残った試合は大阪産業大学との入れ替え戦です。理由は5点差までリードしていたものの、終盤には1点差まで追いつかれてしまい、自分の力不足を痛感させられたからです。アピールポイントは後方からのゲームの組み立てと運動量を生かしたボール出しです。今季の目標は全国大会優勝です。一戦一戦を全力で戦い、全国の頂点を目指していきます。今季の1回幕まであと12日。